こんにちは、坂井ギタースクールです。今週の基礎練行ってみましょう。今週もねちょっと制覇をやってみようかなと思うんですが、3本制覇5フレット5フレット1の指で5フレットの1、2、3弦ちょっと押さえてみましょう。はい、これで PIM、 まあ使う指 PIM じゃなくてもいいけどね。3、2、1、2、3、2、1、はい、まずはこれやってみましょう。3、2、1、2、3、2、1、そしたら2の指を1弦に6フレットにセットして、まずは5フレット3本3、2、1、2、3、2、1、次は2の指を1弦6フレットに追加して、そしたら2の指を2弦の6フレットに移動して、そしたら2の指を3弦の6フレットに移動して、はい、こんな感じです。まあ人差し指1本で、1、2、3弦ね、5フレット押さえてる、これ自体はね、そんなに3本だし、ちょっとねうまいこと押さえれば、だけど他の指が絡んでくると、一気に難しさ増していくんですけど、それぞれ2の指が1弦にあるとき、2弦にあるとき、3弦にあるときで、この制覇のこう押さえる重さの位置っていうかね、その辺結構変わってくるんですよね。常に3本全部押さえてるんだっていうよりは、2の指が1弦にあるときは2弦3弦に重さのバランスが、2の指が2弦にあるときは1弦と3弦にしっかりと重さがかかってるかどうか、2の指が3弦にあるときは1、2弦に重さのバランスがねしっかりと重さがかかっている、ちょっとそういうふうに、まあ他の指が出てくる場所によっての制覇の重さ、どこに中心を重心を重さを置いていったらいいのかっていう、そういうコントロールをする練習なので、6フレット7フレットで、こう9フレットとかになってくると、また、2の指が3弦の方に行くと、またね押さえやすさとかそもそもそこからちょっとずつ変わってくるんですね、なので5フレットの時と1フレットの時と9フレットの時とっていうのは、同じ3本制覇してても他の指が絡んできた時の、その押さえやすさからこう重さのバランスから結構変わってくるんです。なのでちょっとそういったところを意識しつつ、今みたいな動き、2の指が1弦にある時、2弦にある時、3弦にある時、これどれも、よく出てくるパターン
の一つなんでね、ぜひちょっとねこういうバランスを考える練習、ぜひやってみてください。